今日の、練習は丸カート、いるテーマです。丸カートいるテーマって何のかって、丸カートっていうのははっきりとという意味です。この場合は、テーマをはっきりと引くという意味です。何のことかと言いますと、と弾いてもメロディーと、伴奏が重なるデュオ奏法で、特にメロディーが伴奏に隠れてしまってますんで、よくわからなくなってます。これをはっきりとさせるというのが、この音楽用語の、目的意味であります。まだちょっとうまく弾けませんので、ちょっと練習してみます。こういう具合に、メロディーと、伴奏が重なっている、ところは、ちょっと長く弾きます。そうするとメロディーが聞こえます。長くって左手を押さえたままにして響かせるようにします。マンドリンはちょっと音が切りやすい楽器ですので、少し滞在時間を長くするということでメロディーを響かせます。ちょっとやりすぎですが、これぐらい練習の時はこれぐらいした方が音が残りやすくなります。という具合に弾いていきますけど、まだちょっとうまくならないなと。でメロディーだけを弾いたら、と、メロディーが浮かび上がります。これをどうやってこのメロディーを浮かび上がらすかっていうのがこの練習の目的です。はっきりと聞こえるようになるまではゆっくりして、メロディーを把握しながら、弾くことがこの丸カートいる、テーマの、練習のやり方になります。以上で、練習を終わります。